熊本地震、海外からの支援輸送支援のオスプレイ叩きに被災者から批判の声報道こそ露骨な政治的パフォーマンスだ。熊本地震で輸送支援に当たっている在日マイ海兵隊の垂直離着陸輸送機 MV-22 オスプレイの活動を複数の日本メディアが批判的に報じたことに被災者から怒りの声が上がった。政治利用やパフォーマンスなどと断じる記事こそイデオロギーを背景とした政治利用ではないかという憤りだ。今日の新聞を見て本当に腹が立った。我々被災者が怒っているということを知ってもらいたい。自分たちこそ露骨な政治的パフォーマンスをしているのではないか。19日、熊本県甲佐町の団体職員、北川和彦氏、63、は、配達された地元紙を手に声を震わせた。記事は共同通信が配信した、露骨すぎ、身内も批判、同盟 PR、安全性宣伝か、との記事だ。オスプレイの安全性に対する根強い懸念の払拭につなげたいとの思惑が透けて見える。などとオスプレイの活動を批判的に報じている。これだけではない。朝日新聞は、必要性、疑問の声、政治的な効果、などの文言を込み出し、文中の見出しに取り、今回の救援活動に必要なのか災害派遣での実績作りを急いだと報じた。毎日新聞もインターネットサイトで、オスプレイ物資搬送、政治利用の声も、との見出しで伝えた。オスプレイは、ヘリコプターが持つ垂直離着陸やホバリング、空中停止、機能と固定翼機の速度や長い航続距離といった双方の長所を併せ持つ。道路網が寸断された中での支援活動には大きな力を発揮する。そうした利点に目をつぶった記事に批判が噴出した。自民党の永尾隆衆院議員は自身のツイッターで、正直言ってとんでもない記事です。朝日新聞の皆さん、オスプレイの活躍を見て、実績作りだなどと感じるのは御社だけですよ。本当にお気の毒ですし、そのイデオロギー論争に一般国民を巻き込まないでください。と断じた。批判は野党側からも出た。熊本県議の浜田泰造市民新県民クラブは、性能の良いものが支援することは良いことだ。オスプレイは米軍の最新鋭の飛行機で飛行実績を重ね、信頼を得ていくことも理解できる。中国への抑止力確保の点からも重要だ。共産党などは反対するかもしれないが、このような非常時にとやかく言う人の方がおかしい、と語った。そもそも日米同盟がある以上、被災地支援に利用できる米軍の航空機を使用するのは当たり前で、政治的な判断を必要とするのも当然だ。オスプレイ投入を政治利用とし、自衛隊の存在そのものに否定的な勢力の論法だと、自衛隊の災害派遣も自衛隊を正当化する政治利用だということになりはしないか。これまでもオスプレイは沖縄県の普天間飛行場への配備時など、必要な批判にさらされてきた。しかし、物資輸送をはじめ、災害発生感もない被災地の様々な需要に応じるため、オスプレイを活用しない理由はない。主力輸送ヘリ CH-46 と比べ、速度は約2倍、航続距離は約4倍で、積載量も約3倍と、いずれの性能も上回るからだ。救援活動での活躍は、ことさらオスプレイの危険性を強調し、過剰とも言える議論をリードしてきた一部メディアにとっては、不都合な真実になりかねない。しかし、露骨な反対運動のアピールは、逆に被災者や関係者の怒りや失望を買うだけではないか。民の声に続く。